はい、こんにちは。こんにちは。キャスティングの小池です。キャスティングの中台です。来ましたね。はい、昨年に続きこれ第2弾来ちゃいました、来ちゃいましたねで、今回はですね、まあ、ちょうど夏前ぐらいかな今、はい、なんで、デーゲーム、はい、やっぱりね、デーゲームのシーズンなんで、まあ、後ろに見えるようなこういう大河川と、あともう一個、港湾部、まあ、2つのエリアがね、この時期の、まあ、デーゲームの、メインのステージなんで、はい、まあ、そういうところでのね、攻略法、まあ、川で大きいの出るんでしょ、はい、であとは港湾部は、まあ、イワシとかサッパとかが入ってて、はい、うん、まあ、その辺の、まあ、2パターンのね、攻略法をこれから、皆さんにお届けできたらと思います。じゃあ実調行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今ですね、これ荒川ですね、都内のね、大きな河川になるんですけど、ここ最近のね、夏にやっぱりね、水がこう、河川の水がちょっとね、悪くなってくると、川の中にいるこの城とか大きいイナッコとか大きいベイトが弱ってくるんですよ。で、その弱ってきたような大きいベイトを意識して、結構ね、こんなようなね、もう15センチ超えてくるようなペンシルとかミノーとか、そういうのでね、でかいのが一発爆発するようなね、釣りがね、実はね、ここ最近あるんですよ。まあ、通常夏っていうとね、こういう河川とかだと、まあ、小型のバイブレーションとか金属系のバイブレーションとか、まあ、ミノーとかテールスピンとか、そういうのをね、駆使していくんですけど、ちょっとね、特殊なパターンではあるんですけど、ちょっと朝一ね、それを狙ってみて、来ております。あ、なんかほら流れてきてる。こうやってやってて、上からね、ちょっとひらひら弱ってたこの城とかが流れ落ちてくると、ちょチャンスかなみたいな。そう、ね、食べてたら食べたいんですよ、うん、やっぱりね、楽して食える餌っていうのをシーバスはね、好んで食べるんで、一発でね、栄養になるようなね、この城とかね、食べれたらラッキーなんですよね。いや、今なんかベイトが跳ねた。で、結構もう水温高くなってくる時期って、なんかただ巻いてるルアーよりもやっぱりこうね、ドッグウォークだったりとか、結構アクションさせるルアーとかにね、なんかじらして出すっていうか、リアクションで出すっていうかね、やっぱこういう動いてるルアーに反応しやすいんで、ポイントの選択としてはね、まあ、ここは川のカーブのとこだけど、そのなんだろう、流れが集まるところ、流れが他よりちょっと強くなるところだったり、あとはちょっとシャローが張り出してたりとか、ブレイクが近いところにあるとかね、ちょっとした変化を狙ってく釣りになるんだけど、ここに先行者の足跡ありますね。よく川でやってるとギャー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 言ってるで、でかい鳥、こいつ結構いるとでかいベイトが近くにいるなみたいな目安にもなる。今もね、なんか飛んでんすよ、その辺。これね、モンスタースライダーで、まあ、51g ある重たいルアーになっちゃうんだけど、今ね、使ってる竿はね、モアザンの97の MLM、 ちょっとね、ルアーのサイズ的にはオーバースペックなんですけど、まあ、相当投げれば投げれるんで、まあ、皆さんやるときには無理にバーンって振り抜くとね、竿折れちゃうんで、まあ、相当投げてもね、十分飛ぶんで、今の竿強いですからね、こうやってね、大っぷりでこうやって投げればね、全然投げれるんで。中台くんがちょうど使ってる竿は思いっきり振り抜けるやつだね、98の MMH かな。ちょっと無理だなと思った人はもうワンランク硬いのがね、売ってるんで、これもね、こうね、リズムよくずっと同じテンポで弾いた方がいい時と、チャッ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 チャって止めてとか、なんかね、その日によってね、あるんですよ。僕のやってる感覚だとね、水がね、いい日は同じリズムでずっとこうペッペッペッペやってて全然出ちゃうんです。でね、水がね、悪い時とかはやっぱね、ちょっと止めを入れてあげたりとかね、揚げで魚入ってくればいいですけどね。うん、多分そういう感じなんだけどね、なんかあんま流れ聞かないね。そうですね、うん、まあ大体こんなもんですよ。大体こんなもんですか。この感じで出てくんないとすると、
あとなんか欲しいのは潮目とかそんなんだな、うん、そうですね、流れ聞けば潮目入ったりなんかちょっとした変化とかね。結構手前、結構竿を2本分、1本分ぐらいにブレイクがあるんで、あ、ここ手前まで引けば、手前で結構、ほら出ました、出た、よっしゃこれだよほら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 いや、気持ちいいねこれですか、喋ってっと出るな油断してた今、完全に油断してた、様子見してましたからね。おおおお、こいこいこい、うじゃあお願いしようかな、去年のがあるからな。そうですねこのコンビはな、任せてください。はいはいはい、外れそうになってるぞ、ふいふいふい、強いんだよ、ふう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 、はいはい、よかった、ありました、やり草の方行きます、出たね、出ましたね、出たね、よいしょ、綺麗、これですよ、これを見せたかったなお待たせしました、1年ぶりですかほら来たぜやったよ、ほらでかくない、いいっすね、いや、これだね、トップにパコンって早起きするもんだね、夏はこれがね、なんかね、最近のね、はい、東京はすごいよね、このポテンシャル、もう元気な魚だね、いや、こういうのがいたらね、やっちゃうね、これねみんな来ちゃいますよ、これね、このビッグペンシルで出るんだから、最高です、はい、いや、今日はいけるんじゃないですか、まだまだはい、ありがとうございます、はい、スイカ狙っていきましょう、よく一撃ででも乗せましたね、ね、乗ったな結構吹っ飛ばされるんですけど、ね、今日はいい日かもしれないですおじわっと揚げが効いてきたね、徐々に上がってますね、うん、チャンスタイムだと思います、うん、まあ、それで出たのかな、分かんないけどね、そうですね、でも大体こんな時ですよね、なんかちょうど潮変わる時とかね、よく出る、飛ぶね、あいつ、おー見えてんね、ベイトいるんだよ、ほら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 、あれあれあれ、捕まえたか、捕まえらんないのか、いるね、捕まえた、ああ、あれぐらいのね、餌がね、いるんだよね、あいつもだからシーバスと一緒やってることが、あいつらもああやって弱ったベイトがこう流れてきてそれをつまんで食ってる、シーバスもね一緒なんだよね、あーでもやっぱそれぐらいで使うんだね、ちゃっ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 とやる、あんまバシャ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 ってやんないんだね、はい、あ、まあ、バシャバシャはもうモンスタースライダーに任せて、あーでいいんだ、はい、あーなるほどね、使い分けてんね、そうです、結構1枚入ってますね、ファシャットはそうですね、もう1個下ですね、あれはちょっと動きも違うんで何とも言えないですけど、だいたい3つのレンジでこの左右の飛ばし系が効かないときはもうモンスターウェイクとかもう普通のミノをぐる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 巻いてあげるのがいいと思います、じゃあ今回夏の河川でこの城パターンで活躍する、3つのルアーを紹介したいと思います。まずはこちらです、モアザンモンスタースライダー 160F です。これはまあ表層のトップウォーターペンシルなんですけども、この城が弱ってゆっくり動いている時にはゆっくりスライドさせて誘うこともできますし、早く動かせば、まあ、元気なこの城を演出することができます。注目したいのはまずこの音ですね、この音がまあこの城が逃げる音、ピシャって逃げる音によく似ているからバイトが出やすいっていうのもありますし、今から3つ紹介する中で一番ゆっくり表層で誘えるルアーになってますので、まあ、基本的にはあのスローで誘う時に使うことが多いルアーです。で次に紹介するのがモアザンガルバストロング 120S です。これは基本的にシンキングペンシルなので早く誘う時に使うことが多いです。まあ、ゆっくりだとどん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 沈んでいってしまうので、元気なこの城を食ってる時に演出するために表層をちょん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 動かしながら水面直下をドッグウォークで誘うことができます。基本的にモンスタースライダーとの使い分けとしては表層を早く引くことができるんですけども、モンスタースライダーはその1枚下
まあ、どうしても上にできらない場合に1枚下で使うときに使うルアーとなってます。あとプラスでモンスタースライドよりも飛距離が出るので、まあ、飛距離によるアドバンテージで遠くでバイトが多いとき、遠くでライズしているときなどでも活躍します。で最後にレイジーファシャットシリーズですねのジョイントシリーズです。これが一番ゆっくり誘うんですけども、シンキングタイプをよく使うことが多いです。基本的にはガルバストロングよりも1枚下、あるいはガルバストロングと同じレンジで使うことが多いです。ガルバストロングよりも沈下速度が遅いので、よりゆっくり左右に揺らしながらツイッチで誘うことが多いです。基本的に弱ったこの城がくる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 表層で回ったり流されたりしてるんですけども、その時結構複雑な動きをこの城がしてるんですけども、それを演出する時にツイッチをすることによってくる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 回ったり、下にグリンって回ったり、まあ、結構複雑なアクションをしてくれるので、そういう時に使う場面が多いルアーとなってます。このルアー少しのレンジの違いなんですけども、大きく超過に差がついてきます。なのでぜひとも皆さん使ってみてください。ポイントは移動しました。ちょっと下流側にずれてきました。上流側だとちょっと地形変化がないんですけど、こっちだと柿瀬とかより海側なんで、柿瀬ができやすいので、まあ、魚の着き場が増えるってことで下流側にちょっと移動してきました。だいたい橋脚に、まあ、背ができるんですけど、その背打ちです今。そのために今飛距離出したくて 26g 使ってます。夏の河川はグリグリドーンですよ。グリグリドーン、夏の河川のバイブレーションはこのね、グリグリドーンパターンと、あとはボトムリフト&ホールパターンの2つぐらい。活性が高いやつとか、こういう上げ潮とかで下流から登ってきた群れに対してはやっぱこのグリグリドーンが効くね。表層とかをガーって巻いて、で潮目入ったとこぐらいでね、突き上げてくるようなバイトがあると気持ちいいんだけどね。で逆にちょっと潮が緩い時とかなんかはボトムリフト&フォールとかすると川の中でちょっと休んでるっていうかね、まあ、海の嫌な水を嫌って川に入ってきて休んでるようなやつがリアクションで食うみたいな。さっきのとこに比べてやっぱゴロタとか入ってるからあれだね、網とかすごい。手前にクロダイもつきやすくて、ベイトの量がこっちの方がいっぱいいるな。魚だけどなんか釣れちゃった。この城、うわでかいなでかいな。これはこれを食ってます。これを食ってるんでビッグベイトの反応が良かったりしますね。使ってるスナップガンなんですけど、ちょっと今年のね新製品でこんなの出てます。ダイワさんからね、強軸ワイドスナップって言って、まあサイズいろいろあるんですけど、シーバスだとねもうこの M サイズで結構十分です。今日大きいルアーからこういうリアルスチールみたいな鉄板バイブまで全部ねこの M サイズで僕はやっちゃってます。まあ、これね非常にね軸がね強い軸でできてて、破断強度が強いんですよ。だから普通のこういうねオープンアイのこういうワイドスナップの形状なんだけど、めちゃめちゃ強いんで結構ね無理したり大きい魚が来ても、まあ、スナップってね結構ね伸びちゃう伸びちゃうっていうのがね今までの、問題だったんですけど、これはね結構強いですよ。シーバスだったらね M と L で使えるんで、ぜひこれもね使ってみてください。結構揚げが激流になってきてるけどな、これぐらいで釣れてくんないとな。おお食ったじゃん。なんだこれなんだよこれ。エイ？エイいんの？いやーこれはすごいぞ。魚だな。受け受け受け。あー石にすんな石にすんな。あー石にするなするな。おーいた、エイか。これがでも上がるってすげえな。これでかいな。よくこんなの上がったな。あー持ち上げとこがない。逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう。これ今めちゃめちゃでかいエイがかかって、まあ、そこまで引きずり上げてルアーを回収したんですけど一切変形しておりません。まあ、その代わりねルアーのねリングがもうもげて、針も伸び伸びでね後ろのリング吹っ飛んで、
まあ、これぐらい引っ張ってファイトしたけど、あのさっきの強軸スナップは伸びなかったですね。はい、耐久テスト終わりですあんな大きい芝生いませんからねはい、なんか食いましたね、うん、お、なんかかけた、おお、すげえ、なんだ、あー、なんだろう、お腹に刺さっちゃった、あ、すれです、お、シーバスだ、すれてますね、取りましょうか、うーじゃーいし、はい、ちょっと不格好なとこに刺さっちゃってますけど、とりあえずシーバス1匹、このサイズだと先ほどまあ素手で引っかかってきたこの城を食ってるようなサイズではないんですけど、網とか食ってる個体だと思います。これお腹に刺さっちゃってますけど、まあルアー結構追いかけてきてこのサイズ食ってくれるので、まああの口使ってきてたまたまお腹に刺さっちゃった可能性もあります。はい、いやちょっとお腹じゃかわいそうなんで次は口にかけてあげたいと思います。じゃあバイバーイ、お元気、はい、じゃあね、はい、この時期だいたいまあ網食ってるシーバスか網を食いに来てるこの城を食ってるシーバスを狙うかどっちかなので、で基本的にバイブレーションゲームはリアクションが多いので、網食ってるシーバスを釣り上げることが多いです。まあ、サイズを狙うならさっきみたいなペンシルとかああいう大きめのルアー投げてあげた方がまあサイズは出るので、どっちの釣りをやりたいかってところだと思います。結構でも手前に網が溜まってるんで手前に魚がいるかもしれないですね。はい、じゃあこの時期に、よく使うデーゲームのルアーをいくつか紹介していきたいと思います。まずはですね、こういった、リアルスチール鉄板系のバイブレーションですね。でこれも重さが何パターンかあるんですけど、まあ大体こういう河川とかのデーゲームで 18g、まあ、水深がね5メートルより浅いようなエリアっていうのは 18g で、それより深いような港湾部とか、まあ、河川でも、ちょっと水深のあるような場所は 26g と、ウエイト別に出てますんで、あの水深とか流れのスピードによって使い分けていただきたい、こういう金属系のメタルバイブレーションと、さらにですね意外と忘れちゃいけないこう樹脂系のバイブレーションですね。今ここにあるのはミニエントの、小さいのと、ちょっと大きめのミニエントで、これもね河川の大きさとか攻める範囲とか、深いところだったら大きい方、浅いところ手前狙うんだったらちっちゃい方と、こっちはね金属製のバイブレーションよりも細かく狙えるっていうのかな、金属系のバイブレーションで広く探って魚がいそうな場所でプラスチック製のバイブレーションを入れて食わすみたいな、これも、デーゲームの、一アイテムです。続いて、こちら、テールスピン系のルアーですね。こちらリアルスピン、これは 30g のモデル、まあ、これも軽いのと重いの出てまして、まあ、水深で使い分けてもらいたいのと、新しくねこれシャロースピンって言って樹脂系のボディにテールスピンがついてるルアー、これはですねもう非常に浅い、河川やったりあの浅いレンジをね引いてこれるんで、あのベイトが上ずってる時とかもう非常に浅いようなエリア、まあ、河川の手前の方の浅いところですね、そういうのを攻めるのに重宝しますので、まあ、この辺を使い分けて、やってみてください。で今紹介したですねこうバイブレーションとテールスピン系の使い分け、としてはですね、バイブレーションは波動を出して広範囲にから魚を寄せ集めるっていうアイテムです。だから水が濁ってたりとかどこに魚がいるかわからないっていう時はもうとりあえずバイブレーションで広範囲を探る、で深いところから浅いところまで前走を探ってください。で魚がねあの深いところにいるぞとか浅いところにいるぞっていうのが分かってきたら、テールスピンっていうのはバイブレーションよりもゆっくり丁寧に探れます。あとはねベイトが小さい、シルエットが小さく見えるんで、ベイトが小さい時とかそうちょっとタフってるなっていう時はテールスピンの出番です。この2つをね使い分けて、デーゲーム攻めていくと必ずねあのバイトは出てくるので、いろいろこの辺をローテーションして、狙ってみてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。朝一出ましたね。良かったですね。いいサイズでしたよ。やっちゃいました今回は、はい、まあ、その後ねあの河川と港湾と回ってね、はい、中田君一発
そうですね、はい、結構ファール気味でお腹に刺さっちゃってましたけど、うん、まあ1匹は1匹なんで、うんはい、なかなかね1日通して全体的に今日やっぱりねちょっと渋いかなって、まだちょっとシーズン始めなのか、うん、夏になりきってないっていうかね。そうですね、まだ、まあうん、そうですね、ハイシーズンにはなってないので、うん、まあ、ちょっと雨とか天候次第で安定しない部分があるんですけど、うん、まあ、これから良くなっていくんじゃないかなとは思ってます。そうね、はい、今回のね僕らの釣りを参考にしていただければと。はい、はい、で、まあ、詳しい話はねお店に僕たちもいますんで、はい、ぜひお店にもお立ち寄りください。はい、でじゃあ今回はこんな感じでしたけど、次回は次回はなんと秋編がございます。次回あるんですね。秋編が、いいですね、はい、釣れれば釣れるだけ次回がありますからね。そうですね、はい、じゃあ次も頑張っていきましょう。皆さんお楽しみに、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。